食堂です。最近腰からお尻にかけて痛みがあるんです。7月8月はですね、ちょっと走り込みということでペースはねそんなに気にしてなかったんですけど、走る量をちょっと増やそうと思いまして、がっつりと走ってたわけですよ。梨状筋周りっていうのかな、お尻の奥深部にすごく痛みを感じてまして、走れないほどではないけど、結構ね痛みがあったりするんです。まあ走る距離を増やしてるということもあるので、まあ原因はもうすごく単純明快ということで、まあケアに時間を取れてなかったんですよね。まあ完全に自業自得です。走る距離は増やすけどケアの時間は今まで通りとほとんど変わらないような形をしてたので、まあそれは怪我するだろうよっていうのはねすごく明白かなと思います。まあ今思うと、もっとねしっかりケアしておけばよかったなと。ただねなかなかねマッサージとかそういうところに行くのにもお金はかかるし、毎回毎回お金はかかるし、で自宅でもなんかこうマッサージ自分でセルフマッサージしたりするんですけど、すればいいんですけどなかなかやる気が起きないと、手が疲れたりするし、まあそれやるんだったらなんかゆっくりしてたいなとかなっちゃうわけですよ。それを怠ってしまったゆえのこの怪我ということでですね、非常に今ねなんか走るたんびに結構ねストレスを感じながら走ってます。ただ走れないことはないので一応走ってはいるんですけど、ストレスに感じてたりはします。某有名大学の、駅伝部の監督さんも練習と同じ時間にケアの時間を使いなさいとどっかのなんかの番組で、おっしゃられてたような気がします。まあ本当におっしゃる通りで耳が痛いですね。まあ、怪我してからだとなかなかこう治すのは難しかったりするんですけど、まあ、それ以上に個人的にはこうフォームが崩れた状態で走ってしまうっていうのが一番故障したことによるデメリットなのかなと思います。まあね、しっかりと自分でねストレッチとか、ケアしておけばよかったなと思ったわけですよ。そこで、今一度ねちょっと怪我というかストレッチと、皆さんよく知ってる筋膜リリース、はい、知ってる方いらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、この辺の違いについてちょっとねまとめて、調べてみたので、それをね、まとめて、違いなんかを話してここでちょっと紹介させていただいて、まあ、皆さんの怪我予防にもつながればいいかなと個人的には思います。一番は皆さんの怪我予防というよりはもう自分に向けてですね、過去自分に向けて、怪我する前の自分に向けて、これやっとけばよかったのにっていうことをちょっとね過去の自分に向けて伝えていきたいなと思います。では早速、体のケアって結構いろいろあると思うんですよ。まあ代表的なのがマッサージとストレッチとあとは筋膜リリースですね。このあたりが結構ね体のケアでなんとなく代表的なケアの仕方になってくるかなと思うんですけど、まあ今回ねちょっとマッサージに関しては一旦省略させて割愛させていただきまして、まあ、ストレッチと筋膜リリース、これね何が違うのかっていうのをですねちょっとね話してみたいなと思います。まあ違いをしっかりと把握してやることで、なんとなくやっているストレッチ筋膜リリースよりもしっかりと明確に意味を持ってやってあげる方が体のケアには非常につながるかなと思います。ちなみに筋膜リリース知らない方のためにどんなやつかっていうと、ストレッチポール、まあこういったものですね、こういうフォームローラー、まあ、これに乗って例えばここに当てつけてこうやって転がしてあげるとか、はい、これこっち地面ですね、こうやって当てつけて当てて、マッサージこうやって当ててあげるとか、あと背中とか裏ももとか凝ってるところ硬いところにこいつを当てて、コロコロコロと転がしてあげるというようなアイテムです。これが筋膜リリースの代表的な、ケアの仕方なのかなと思います。で、ストレッチに関しては、例えば二の腕を伸ばしたいときはこうやってギューッと引っ張ってあげると、今ここの二の腕の筋肉が伸びてるんですけど、まあ、ここの筋肉をこういった形でギューッと筋肉を伸ばしてあげるっていうのがストレッチです。まあ、大まかな違いとしてはそんな感じで、この2つ何に効果があって、どういう時にやった方がいいのかっていうのはですね、いまいちこうなんとなく曖昧な感じで覚えてやってる方多いかなと思います。これ調べてみたら面白かったんですけど、まあ、この2つを組み合わせ方次第では非常に体が楽になって怪我しにくい体を作ることができるのかなと思いました。これですね、分かりやすく一言で言うと筋膜リリースっていうのが柔軟性ですね、こう柔らかさ、体の柔らかさを改善させてあげるもので、ストレッチは柔軟性を向上させてくれるものですね。この言葉すごく分かりやすいかなと思います。まあ、ちょっとね深掘りしてみると、
まあ、筋膜リリースの筋膜っていうのは筋肉ですね、筋肉を包んでる膜のことなんですよ。まあ、これがウェットスーツみたいな感じでこう筋肉があるじゃないですか。その上にこう膜が張ってあって、ビローンと一枚こう体に膜を覆っているようなもの、ウェットスーツのように覆っているようなものをイメージしてもらえると分かりやすいかなと思います。で、例えばですね、日常的にこことかね、多分ね筋膜リリースしてあげた方がいい部位なのかなと思うんですけど、日常的にこうやってしっかり動かしてあげてれば、この筋膜に関しては柔らかい状態保てるんですけど、これが例えばデスクワークとかやってる人はこうギュッと縮こまってこっち側に動かすこと、背中側にこう張るような動きってあんまりしないと思うんですけど、まあ、こういった形で本来だったらしっかりと動かす範囲を作ってあげないといけないところが、日常の生活でバランスの崩れた状態で体を使っているとだんだんとこう硬くなってくると、筋膜が硬くなってくると、でそれが硬くなってくるとこれは癒着しちゃってコリだったり痛みの原因になったりします。なので筋膜リリースっていうのは、硬くなってしまった筋膜を引き剥がしてあげる、筋肉と引き剥がしてあげることで柔軟性を元の状態に戻すと、元々あった柔軟性が筋膜がギュッと硬くなっちゃってこれ以上いけないってなってる状態なんで、ここしっかりとほぐしてあげて元の動く範囲に戻してあげるっていうのが筋膜リリースなんですよね。でストレッチに関しては、この動く範囲をぐーっとさらに伸ばしてあげて、伸びる範囲をさらに、自分が持ってる伸びる範囲をさらに大きく伸ばしてあげれるようにするっていうのがストレッチなんですよね。まあ、これね、じゃあどう使い分けるのかっていうとですね、筋膜リリースに関しては柔軟性の改善と、ストレッチに関しては柔軟性の向上と、これが基本的な考え方かなと思いますので、まあ、これをですね、柔軟性っていう言葉をパフォーマンスという言葉に置き換えたら分かりやすいかなと思います。なので筋膜リリースに関してはパフォーマンスを改善させてくれると、はい、パフォーマンスの改善ですね、まあ、修繕になるのかな。でストレッチに関してはパフォーマンスの向上と言ってあげると分かりやすいかなと、まあ、これがね、もう超ざっくりという、もう超極論というか、もう簡単に言うとこんな感じだと思ってではいます。僕の中では筋膜リリースをしてあげることで、超ざっくり言うと100あるパフォーマンスが100あるとします。はい、これが、まあ、疲労とか怪我とか、体使わなすぎて硬くなってしまっている時とかは、まあ、80しか発揮できませんと、まあ、そういう時はまず100に戻す必要があるので、筋膜リリースをして、パフォーマンスの改善をしてあげると。筋膜リリースしたところで自分のステータスは100で、疲労とかで80まで落ちてたのは筋膜リリースで100まで戻せるけど、これより上に関しては筋膜リリースではいかないと。100を120にしようとすると、その時に必要なのがストレッチになるのかなと思います。まあね、これなんとなくね、僕がこう数字で簡単に単純に分かりやすく説明したわけで、多分ね、人の体ってそう簡単にはねできてないところもあるのかなと、もっと複雑なんだろうけど、超ざっくりとした説明でお伝えさせていただきました。なので例えばで僕の場合、今腰からお尻、裏ももにかけて結構ね今疲労が溜まってるわけですよ。なので筋膜リリースをしてあげて、で体をしっかりほぐして楽にしてあげてからストレッチをしてあげると、そうすることによって柔軟性、失ってた柔軟性が改善されてパフォーマンスが上がるというような形になるのかなと思います。まあ、そんなね、大事な筋膜リリースなんですけど、どうやって筋膜リリースするのかっていう時におすすめなのが、こちら UFIT さんのマッサージガンですね。リリーサーミニというモデルになります。この商品の特徴を説明すると、まあこれ1個で 500g ということなので、超軽いかつパワフルな振動力、これね、めっちゃ振動すごいね、これめっちゃくちゃ速く動いてるのに画面上ではゆっくりに見えるっていうね、ハードゲームみたいなあれですね。めっちゃくちゃこれ早く動いてるのにもう止まって見えるかのような、これぐらいパワフルな、こんなにパワフルな振動力があるんだけど、重さが 500g ということで非常に軽いと。はい、まあ、軽さがねすごくこいつの特徴なので、例えばマラソン遠征先とかでも持っていけるし、旅行とか行った時にも持ち運びが可能ですというのが、こちらの、リリーサーミニ、ユーフィットさんのリリーサーミニの商品特徴になります。
さっきも伝えた通り、こちらの商品軽いので、僕ね、あのマラソン遠征とかでも持ち運びがしやすいので、とても気に入って使わせていただいております。でこちらに関してはこういった形で持ち運び用のバッグがついております。まあ様々な、これね、今つけてるのがこの平らなやつなんですけど、これを取っ換えることができるんですよ。こういった形で付属で筋肉に合わせて4種類のこの先っちょを選ぶことができます。僕がね一番好きなのはこれ、このもう深部にまで差し込むというね、これがすごく好きです。くー、痛い、これね、痛いってことはね、それだけ硬くなってるんで、こうやってしっかりとほぐしてあげることが理想です。で強さが1段階2段階3段階4段階と4つの強さを選ぶことができます。もう4段階目にしたらもう相当やばい。これでほぐれない体はもうそれ鉄です。はい。でこれね、僕のこれ経験談なんですけど、さっきお伝えした通り、お尻から裏もも腰にかけて結構痛みがあって、張りがあるなっていう、違和感あるなっていう感じなんですけど、その上についてる腰あたりを触ってみるとめっちゃくちゃ張ってるんですよ。はい、ガッチガチに固まってました。まあ、びっくりしたのが、今ね僕ね、こっちの右側のお尻がちょっと痛いなって感じなんですけど、右側の腰がねめちゃくちゃ張ってて、左と右でこう触ってる感じが全然違うんですよね。右の方が感覚がないと、感覚が弱いんですよ、押してる。これはねさすがに、ケアしないとなって思ったところ、今回ね縁がありまして、こちらのユーフィットさんのアイテムをご提供いただきましたので、これでほぐしてみたところ、腰はね、おら筋膜ほぐれろって感じでほぐしてあげたら、だいぶ腰の感覚が良くなってきた。まだねお尻の方は、突っ張る感じはあるんですけど、まあ、腰の違和感とかびっくりするぐらいの張ってる感覚はなくなってきたので、マッサージガンはおすすめできるのかなと思います。ということでですね、まあ、ストレッチだけやっててもやっぱり効率よくは体ほぐれないかなと思うので、ぜひマッサージガンとか、使っていただいて、筋膜リリースとストレッチをうまく組み合わせて、体のパフォーマンス向上していただければなと思います。ということでですね、今日はですね、ストレッチと筋膜リリースをうまく使い合わせてパフォーマンスを上げようという話をしつつ、おすすめの筋膜リリースアイテムを紹介しましたというところでございました。ちなみにこのユーフィットさんのリリーサーミニなんですけど、こちらクーポンを発行していただきましたので、僕のこの概要欄からクーポンコード、取っていただいて、そちらを購入する際は使っていただけると 5% オフとなるみたいなので、ぜひですね、気になる方は5%安く購入していただいて使ってみてください。ということで今日の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。